リリキテ、ネザー。はい。あ、ゼニス帝国。どうした？はい、こんにちは。リリチョウさん、ネザー帝国にタピオカ屋ができました。そんなにさ、女性票が欲しい？え、あ、これ？ゼニス帝国の美味しいタピオカ屋。飲んだらやめられない。最高の味。今回は開店記念なので無償でお渡しします。じゃあ、ください、じゃあ。いらったい待てだから、まあ、ゼニーもまださ、日が浅いからさ、入って、チャットの打ち方もまだよくできてないんだよ、まだ。すみません。その点、1ヶ月前まで海外にいたので、まだ日本語が慣れてない。あ、海外の方なの？いや、すごい流暢ですね、でもそれにしたらなら。なるほど、なるほど。外国でまあ、留学してたのかな多分。もう、そっちの方に慣れちゃったんだ、そっちの言語にね。なるほど、なるほど。まあ、いるよね、そういう人。I'm Japanese、お前はね。お前はね。あ、いや、ごめん。あ、やっちゃっちゃった。あ、ごめんなたい。ゼニスキー、注文を聞いてみて。あ、ゼニスキーなの？あ、ゼニスキーじゃないんだ。ゼニスのキーなんだ。そうなんだ。ご注文は何ですか？え、何があるんですか？ちょ、注文表とかありますか？タピオカ屋でしょ？なんかタピオカにもなんかいっぱいあんじゃん。なんか何のタピオカがあるんですか？黒糖入りタピオカ。あ、黒糖入りタピオカ。あと何があるんですか？あれ、メニュー表作ってないですか？特に看板とかもないしな。抹茶入りタピオカ。お前それ一個一個言うのか、お前それ一個一個説明すんのか俺に。じゃあ黒糖入りタピオカください。じゃあゼニーさん、あ、はい。このタピオカには薬物が入っていますが合法です。毒2分って書いてるぞ。え、じゃあ飲んでいいんですか、ネザーさん。さあ飲んでみ。あ、はい。あ、すいません、ネザーさん。ネザーさん。どうするんすか？え？って、結構やばい感じになってるんですけど。いろんな意味でやばくなってるんですけど、大丈夫っすか？あ、すいません、毒入ってますよ、ゼニさん。ゼニスキーさん。知らぬいって。こういう時もあるよ。はい。え、どうします？これ。え、これで終わりっすか？待って、どう落とし前つけてくれるんですか、これ。あ、ちょ、ルバンガ TV さん、どうします、これ。ルバンガ TV さん、ちょっとエンディング撮ってくださいよ。ルバンガ TV さんもなんか YouTube やってるみたいで、なんか調べたら2年前ぐらいからやってるんだよね。なんかこいつすごいぞ、こいつ実写動画。なんで逃げんだよ、お前。自分で上げたままじゃねえか、お前。動画消してねえじゃねえか、お前。え、あれ黒歴史なの、あれは。なんで動画消してないの。え、あれは何なの。ちなみに、ルバンガ TV さん。あれ面白いぞ、ルバンガ TV。ちょっとじゃあ貼っとこうかな、動画に。はい。はい。著作権上モザイクかけてると思うけど、ちょっと、めっちゃモザイクかけて一瞬だけ映すね。オープニングだけ。オープニングだけ貼っとくわ。あ、オープニングだけ貼っとく。イラストのやつ。はい。オープニングだけ貼っときますね。はい。俺のチャンネル始まるよー。皆さん、こんにちは、シンです。今日はまた絵を描いたので、みんなに見せていけたらなと思います。で、まず最初は、下手な絵から。はい。見せますね。どっちも。はい。最初は、この辺で。まず、これは下手です。これだけは下手。うん。自分でも思います。すごい相手です。じゃあ、次。結構、知らない人いるかな？うん、まあ、いるとは思う。いや、もうこれでオチできたわ、ルバンガ TV。 そう、いや、だからさ、なんで動画消さないんだろうなって感じなんだよ、俺。なんかイエーイ、チャンネル登録者増えるって。あ、いいんだね。いや、ルバンガ TV 面白いぞ、ほんと。 YouTuber、 ルバンガ TV と YouTuber ごっこしようかな。ちょ、 YouTuber ごっこしようぜ。ちょっと俺と一緒に今度、先輩 YouTuber とタピオカ屋にとつってみたって動画であげるわ。よかったじゃん、もうこれ。ね、ネザー帝国の方はネザーとゼニスキーの評価も上がるし、ルバンガ TV も人気になるし、でもう完璧じゃん。